どうも、こんばんは、えねむです。今回は、東京グールリインボーク、最強降臨10増討伐クエストの S ですね。S の方にこちらのパーティーで挑戦していこうかなと思います。佐々木敗生、統一パーティーということで、今回 S は有利属性でしか武器耐久値を削ることができない。で、この中唯一武器耐久値削りをできるキャラクターがこちらですね。死神佐々木敗生。こいつがですね、水属性なんで武器耐久値を削れます。そして、今回ガシャで、復刻していますので特攻もかかって HP が2万に乗って、攻撃力が1750になっていると、いうことですね。この配線なんですけど熟練度全然上げてませんゼロですね。まあ頑張っていこうかなと。このハイセに関しては不利属性だし多分10増のスキル一発食らっただけで飛んじゃうと思うんで、あんまり期待はできない。一応特攻かかってるけどね。では行きましょう。久しぶりに死神使うわ。カグネ出したさ死神配信来ないかな。原作っていうかアニメでは出てなかったと思うけど、ゲームオリジナルキャラみたいなんで出てくれないかな。とりあえず真ん中にスキルを回すみたいな立ち回りでいこうかな。なんか両端の配線あれだね。でとりあえず一回打つっしょ。これで武器耐久値こいつがね10、1だね。ちょうど11削れるんで、今10だったんだけど、実質こいつ10マイナス10して2倍の10連ダメージかな。攻撃力2倍の10連ダメージを与えるのは実質11削ってるっていう。この選択は自殺だ。ってことはなんかスペシャルとかで、いや今回スペシャルだわ。スペシャルとかでじゃねえわ。フェス限とかで正直敗戦きそうだよね。うるせえんだよの敗戦が。お強いね。この暴走メンター今フェス限言うけどもうそろそろ新しい敗戦が出てきてもいいんじゃない。これシフトしなくても勝てるのでは。駆逐でお願いします。おらいいね。んで、初期のプレミアム、この配線もめちゃくちゃ強い配線でしたね。ずーっと使ってた配線。俺 あと2体配線が出てくれたらな。で最後は死神に決めてもらいますか。終わりと。いやーよかったね、敗戦統一パーティー。戦えたなんて、死神敗戦に特攻が乗ってるのがマジで強いんだよな。はい、ということで、今回最強降臨10増、新た10増ですね、討伐クエストに、佐々木敗生、のみの統一パーティーで、挑戦しました。あと2体、右下と左下、埋まればいいですね。うるせえんだよのとかもう、多分、金木っていう名前で出てくるのかな。というわけで、音が消えましたけども、お疲れ様でした。